朝日グラフは、朝日新聞社が1923年から2000年まで、刊行していた週刊グラフ誌である。朝日グラフ賞は12年9月1日号日本における、写真誌の草分け的存在で、数々の歴史的な報道や、その時代に代表される世相や、風俗の特集記事を多数掲載、資料的価値も高い。対象でも暮らしいから、戦前、戦中、戦後、 高度経済成長、オイルショック、バブル崩壊、そして21世紀の幕開けまで77年間の長期にわたり観光を続けた日本を代表するグラフ誌である。日本初の日刊写真新聞として1923年に創刊された。第1号は1923年1月25日創刊号。同年9月1日の関東大震災で臨時休刊し、 同年11月14日号から週刊の画報誌として復刊した。創刊当初にはジョージ・マクマナスによるアメリカの4コマ漫画ジックズとマギリの翻訳版が親父教育のタイトルで連載されていた。当時数少なかった日本の漫画からにはコマ割りや吹き出しなど漫画表現において多大な影響を与えた作品で日本漫画の源流と考えられている。 朝日グラフではその後、ただしちゃんの冒険等の日本人の漫画を掲載した。1952年8月6日号において、日本で初めて、広島の原爆被害の写真を紙面に掲載し、話題になる。テレビ放送の開始後も、1970年代には10万部台の発行を誇った。1980年代以降は、報道よりもカルチャーや、 人物紹介などに重点を置き、写真家の作品発表の場という一面も持っていた。2000年10月15日増刊号、シドニーオリンピック総周辺をもって休刊。77年の歴史を終える。2010年代に入ると、週刊朝日臨時増刊扱いで、緊急復刊朝日グラフが不定期に発行されている。他に、歴史的なバックナンバーが復刻されるケースもある。 月刊朝日グラフパーソンは2001年から2003年まで朝日新聞社が刊行していた月刊誌2001年3月23日創刊朝日グラフの名前を冠しているものの報道色は薄く芸能人へのインタビューを中心とした芸能グラビア雑誌となっていた2003年4月号をもって休刊ありがとうございます